受賞に際しての感想はですね、昨日も述べた通りなんですけれども、やはり感謝と責任感と責任ということを申し上げましたが、その2つの気持ちを今も強く持っています。学生さん仲間に恵まれたことが今回の受賞につながったなということを改めて感じました。野球というのは3割バッター3割ヒットを打つともう大打者です。3割5分打つともう首位打者。研究の場面というのは1割バッターだったらもう大成功だと僕はずっと思って学生にもそう言ってきました。それだけ日常のストレスは非常に大きいものがあります。10回に1回どころか何十回とトライしても失敗ばっかりだということもしょっちゅう起こるわけです。大変な、もう本当にやめたくなる、泣きたくなる、そういう二十数年でした。その中でやはり家族の存在、家に帰ったら笑顔で迎えてくれる、その家族の支えがなければやはりその研究という仕事は続けてこれませんでした。改めて家族に対する感謝も今強く感じています。昨日は主人も申しておりましたように、受賞の一報をいただきましたとき、主人は洗濯機の修理をしておりまして、私は寒くなってきたので冬のお布団にカバーをかけておりまして、娘はソファーで打とうとしているときに電話がかかってきまして、で違う部屋にいたんですけれども、英語で話をしてましたし、サンキューサンキューと言っておりましたのでこれは大変なことになったのではないかと、しばらく娘と顔を見合わせて言葉も出ませんでした。でしばらく経ってからよかったねというふうに声をかけたのを覚えております。来週からはですね、やはり現役の科学者として残っている仕事がたくさんございます。来週からは気持ちを切り替えて一生懸命研究開発の現場に戻りたいと思っています。